名称線は、三重県松阪市の松阪駅から同県津市の伊勢、奥津駅に至る東海旅客鉄道の鉄道路線である。雲津川の渓流沿いを走るローカル線で、名張と松阪を結ぶ計画であったことから、両都市の頭文字を取って、名称線と名付けられた。2009年時点での年間の営業収入は、約4000万円、営業費用は、約8億円となっている。 名張松坂間は、名称線より線形が良い、伏線、電化路線の近畿日本鉄道大阪線及び道、山田線によりほぼ直線的に結ばれている。赤字83線として廃止勧告対象となり、特定地方交通線、第二次廃止対象線区にも選ばれていたが、岩泉線と共に代替道路未整備を理由に廃止対象から除外された。 岩泉線廃止以後は JR が運営する唯一の特定地方交通線元対象線区である。現在は伊勢八地まで三重県道15号被災見杉線の道路改良が済んでおり、伊勢八地伊勢奥津間も未改良ながら津市、コミュニティバスが運行されている。2009年台風18号により甚大な被害を受け、JR 東海は部分廃止。 バス転換を打ち出したが、沿線自治体の支援により2016年3月26日に運行が再開された。全線を東海鉄道事業本部が管轄している。2009年10月の台風被害以前は、2009年3月14日、改正時点で1日8往復が運転され、そのうち夜の松坂駅発下り最終列車が、家城駅止まりであるかは、 松坂駅伊勢奥津駅間の運転であった。松坂駅対下城駅間が復旧した2009年10月15日からは、列車はすべて同区間の運転で、台風被害前と同じく、1日8往復が2時間に1本ほどの間隔で運転された。内城駅伊勢奥津駅間の大交バスは、1日より5本、上り6本の運行であった。上り列車には、帰省本線景駅や、 三宮線の伊勢市駅に直通する列車があった。内城駅伊勢奥津駅間が復旧した2016年3月26日からは、松阪駅大荷城駅間が1日8往復の運転で、内6往復が松阪駅伊勢奥津駅間全線の運転。内城駅伊勢奥津駅間が前期の全線運転の列車に加え午前中に折り1本上り2本の区間、運転列車があり、 合わせて下り7本上り8本の運転になっている。帰省本線や三宮線との直通列車はなくなり、すべて線内運転となった。民営化後の1989年からは全列車がワンマン運転されている。かつて松阪駅からの家城駅行き下り最終列車に重当された車両は同駅で夜間大白となっていた。それ以前は、 最終列車の一本前の伊勢奥津駅行き列車も同駅まで改装されていたが2006年8月20日に発生した校内留置車両が本線に一掃する事故と2009年4月19日に再び発生した同様の事故を受け管理体制の見直しが再検討され2009年6月1日から伊勢奥津駅から 家城駅まで改装していた列車を松阪駅まで改装して留置するように変更した。2016年3月の全線運行再開後は当日使用する編成を始発前に松阪から改装し、周発後に松阪まで改装しており、家城駅での夜間対白は行われていない。通常、松阪大課城の表権閉塞区間において通券を使用して、 続行運転を行うのは、この改装時のみである。担当乗務員区は、伊勢運輸区である。2018年2月24日には、伊勢運輸区が、津市や津市観光協会と合同で、沿線の観光を PR するイベントを、名古屋市の金山総合駅で開催した。名古屋車両区所属のキハ11系機動車で、運行されている。かつては、伊勢車両区所属の基本番台。 または100番台が使用され、300番台はごく稀にしか入線しなかったが、2015年8月より、基本的に300番台が使用されるようになった。2016年3月の全線復旧時に、伊勢車両区が廃止になり、同時に JR 東海で運用される、キハ11は、名古屋車両区所属の300番台4両のみとなった、ため、これが使用される。 編成も単行がほとんどで、二両編成以上になる、列車は少ない。また、2016年3月の全線復旧時からキハ25系機動車も使用されるようになった。名称戦では繁忙期に二両編成となりキハ11、系4両べてを使うことがあるが、この時検査等で不足が出た場合の未使用される。この他、1988年9月21日には、 リゾートライナーも入選した。名称線は、改正鉄道付設法別表第81号にある、奈良県桜井より、灰原、三重県名張をふって、松阪に、イタリル鉄道及び名張より、分岐して、伊賀上の付近に、イタリル鉄道並灰原より分岐し松山をふって、吉野に、イタリル鉄道の一部として付設された。このうち、 伊賀鉄道が、名張駅伊賀神戸駅伊賀上野駅間を、改正鉄道施設法成立と同じ1922年に、開業させていたため、桜松線の一部として、松阪駅から名張駅を目指して工事が進められることになった。しかし、1930年に、三宮急行電鉄が、現在の近鉄大阪線、山田線にあたる桜駅名張駅3級、中川駅松阪駅、 山田駅間を開通させたため、松坂名張り間の旅客輸送目的で、名称線は建設意義を失った格好になり、1935年までに松坂駅伊勢奥津駅間を開通させたにとどまった。ただし三宮急行電鉄は、親会社の大阪電気軌道との直通を前提として、標準機規格で開通したため、貨物輸送や大阪から、 東機州方面への連絡で意義があるとして、道路整備によるモータリーゼーションが普及する前の1960年代まで、桜松線の建設要望は継続された。また、線中には、狂気で開業した名古屋線との直通や、軍事輸送を目的に、大阪、山田線の狂気化と国鉄線、南大阪線との接続が検討されたこともあった。なお、 改正鉄道不設法で定められたこれらを結ぶ鉄道は経路が異なるものの灰原松山吉野を除いて現在の近鉄各線によって実現している。1982年8月、三重県全域を襲った台風1号により名勝線全線が普通となり、伊勢奥津駅には2両の機動車が取り残された。その後、被害の大きかった伊勢竹原駅伊勢奥津駅間は、 バス代行となる日本国有鉄道は、三重交通によるバス転換の方針を打ち出し、同年11月には、名称線の廃止承認の申請を提出した。しかし、熱心な反対運動や道幅が狭くバスを走らせるのは困難と判断されたことで、復旧作業が続けられ、翌年6月に全線の運行を再開。1985年には、 廃止対象から除外され、廃止承認申請が取り下げられた。2009年4月19日22時13分頃、内城駅で車両の入れ替え待ちをしていた最中に、運転士がおよそ5分間列車を離れたところ車両が、無人で下り坂を走り始め、およそ 8.5km 一走して、伊勢景気伊勢大井駅間で停車した。手歯止めを装着せずに運転士が車両を離れたことが、原因で、 踏切計23箇所を通過したものの死傷者や踏切事故などはなかった。内上駅では2006年8月にも夜間対白させていた車両が今回と同様に一掃しており、この時は手歯止めを装着せずに留置したことに加えて夜間対白中に空気圧が抜けてブレーキが緩む構造だったことがわかり、通常の自動空気ブレーキに加え車両のエンジンを切ると 自動的に直通予備ブレーキがかかるよう回収した。中部入局は2度も同様の事故が起きたことを重く見て、JR 東海に対して警告書を渡し、行政指導を行った。JR 東海ではこの事故の対策として、伊江城駅で夜間退泊させていた車両2両のうち、これまで伊勢奥津駅から伊江城駅まで改装されていた列車を松阪駅まで改装することにより、 家城駅での車両入れ替え作業を廃止し、家城駅での夜間大白は22時前の最終列車のみとしていた。また、2009年8月1日より同線を担当する運転士を約70名から20名に限定するなどの対策も実施していた。全線運行再開後は、勾配のある家城駅での夜間大白をしておらず、すべて松阪駅へ改装している。 内城上駅伊勢奥津駅間の代行バス運行は、三重交通が受託 JR 東海は2009年10月29日、同月8日の台風18号による災害のため、普通となり、松坂駅対下上駅間が復旧した15日以降も、普通のままの家上駅伊勢奥津駅間について、当面はバス代行を続けると発表した。その上で、 名称戦前区間の旅客輸送は引き続き JR、東海が担うが、松阪大荷城間は鉄道を維持した上で、家上伊勢を靴間はバスでの輸送に切り替える。運賃等は現在の考え方を維持するとし、関係自治体等に説明すると発表した。理由について、仮に同区間を復旧したとしても、今後もより大きな自然災害が発生する恐れがあり、長期運休等で、 お客様に迷惑をかける恐れが高いためとしている。当時の判断について JR 東海広報部は2016年の週刊誌の取材に対し鉄道の安全を確保する前提となる地産地水対策は難しいという前提のもとに配線提案を行ったとしている。大工バスは昼間のに往復が削減され、伊勢奥津行きが5本、内城行きが6本となっていた。 JR 東海の廃止方針を受け、沿線である、津市三杉町の自治会長らは10月30日、津市の JR 東海30支店を訪れ、存続を求める要望書を提出した。また、津市の松田直久市長は10月30日の定例記者会見でこの問題に触れ、早期に住民説明会を開いて、意見を聞いた上で、JR 東海に存続を求める。 要望書を提出する考えを明らかにした。これに基づき同市長は11月4日に JR 東海本社と中部運輸局を訪れ、名称線を鉄道として全面復旧させるよう求める要望書を手渡した。これに対し JR 東海の中村光専務、東海鉄道事業本部長は沿線の三輪後配等にも触れ、復旧しても、 再び災害は起こると従来の見解を繰り返したが、今後情報を共有した上で協議を進めることでは、一致した。また、三重県の野呂昭彦知事は11月9日の記者会見でこの問題に触れ、来年度予算編成前に行う国への提言、要望の中で復旧を求める考えを示した。JR 東海の山田社長は2010年11月24日の 定例記者会見において、名称線の現在の普通区間の復旧について、自治体による協力などの要件を満たすことを条件に、復旧させる考えを明らかにし、台風で被害を受けた、線路周辺の山間部と河川部の修復とその後の維持管理に対し自治体が将来にわたって、責任を持ち、運行の安全性が確保されることを条件に挙げた。これを受けて、 2011年5月20日、JR 東海、津市、三重県の三社間で協定書が締結され、治水工事については、津市が、地産工事は、三重県が担当することにより復旧工事を行い、2016年度に全線で運転再開を目指すことが明らかになった。その後、三重県、津市による、地産、治水工事が順調に進んでいることから、 JR 東海も2013年5月30日より線路内の土砂撤去、森土復旧、線路、電気設備の復旧に着手すると発表した。費用は発表時点で約4.6億円と見込まれている。2015年12月18日、JR 東海は2016年3月26日のダイヤ改正に合わせてこの区間の列車の運転を再開すると発表。 2016年3月26日9時35分に伊勢奥津駅を松坂駅行きの一番列車キハ11系300番台2両編成が出発し、運休から実に6年半ぶりの全線復旧となった。三杉地域では復旧を地域活性化につなげようと、住民団体がウォーキングツアーを主催し、津市が伊勢奥津駅から観光地を巡る無料バスを休日に運行した。 ありがとうございます。